どやれるって有名でいいパソコンなんだけど、あんまりゲーム向きではないんだよね、実は言うと。だから Steam でゲームできるものも限られてくるから、あんまり数多くできないしね、やりたいゲーム。なんか流行ってるゲームとかやりたいなっていう感じはあるんですけど、流行ってるゲーム大概できないんだよね私Steam で扱ってくれてないから、 Mac 用で。昔々、地球には人間とモンスターという2つの種族がいました。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビトさん 2001X 年、それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。わー、落ちるー、てか落ちてるー、ぐはっ、痛いじゃないの、顔から落ちるなんて。とほほのとほほ。ゴゴ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 。ピカーピカ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 ー。これはなんだ？アンダーテイル。始まりました。ありがとうございます。私ずっとこのゲームやりたくてね、ちょっと興奮してますね。今やっていこうか、早速。さあ、ゲームを始めるからスタートするのが、ん？落ちた人間の名前をつけてくださいか。どうしようかな。私、まあ別に自分の名前でやってもいいんだけど、かにしとくか。確定は？ここでやるのかな？じゃあ名前はかでいこうと思います。確定ね。OK。この名前でいいですか？はい、私はかです、今日から。浩平です、こんにちはです。視聴者の方からこのゲームおすすめということで、有名なゲームで私知ってるんだけど、どんなゲームかっていうことは全くわかんないんだよね。初見プレイってことになります。ああ、もう動かせるね。なんだろう、マザーっていうゲームに似てませんか？マザーやったことないんだけどね。アンダーテ、ハロー、僕はフラウィ。フラウィ、お花のフラウィさ。あ、フラワー。なまりすぎじゃないですか。君は、この地底の世界に落ちてきたばかり。その通りですね。うん、落ちてきたばかりです。こんにちは。そっか。じゃあ、さぞかし戸惑っているだろうね。この世界のルールも知らないでしょ？それなら僕が教えてあげよう。ああ、この世界の独自のルールがあるってことかな？準備はいい？行くよ。任してください。ん？そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言ってもいい。うわ、刻むんね。ああ、動かせる魂のビートが。はじめはすごく弱い。けどレベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。なるほどね。レベルっていうのはラブ。愛のことさ。私愛大好きだね。だからラブレターも大好きよ。君もラブが欲しいでしょ？うん、超欲しい。待ってね。今僕がラブを、これ面白いゲームじゃないですか、ラブとか。愛がテーマのゲームは大概面白いって相場が決まってんだ。この世界ではね、ラブはこんな風に。白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。そうなんだ。それじゃあ行くよ。さあカプセルを追いかけていっぱい拾ってね。あ、これで、ん？バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろ。なんだと？どういうこと？死ね？こういうゲームなの？うわー、八方塞がりだ！どうしたらいいんだ、私の魂が。ん？なんだ？おっと？誰かメラゾーマしてくれ。情けないわね。罪もない子供をいじめるなんて。誰ですか？神父さん。怖らなくても大丈夫よ。私はトリエル、この隕石の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がいないか確認しているの。人間がこの世界に来たのは本当に久しぶり。私人間なんだ。さあ行きましょう。遺跡を案内してあげるわ。
イビトさんのこっちよ。オッケーオッケーオッケー、ついてこうか。このなんだろう、誰だろう、ウサギ羊かな。これなんで興味があるね。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎってきた。 HP が満タンになった。あーなるほどね、ここでセーブができるってことか。なんかね、最近日本語版が出たらしくて英語でプレイしてもよかったんだけど、せっかくだからね。でもひらがなでいいね。さああなたは今日からここで暮らすのよ。遺跡の仕掛けについて教えておくわね。うわ面白いじゃんこのゲーム。有名なゲーム、ここはたくさんのパズルがあるの。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かないといけないわ。だからよく見て慣れておいてね。あパズルね、なんだろうこのパズル、どのパズル。あーこれ不明ってことかな。私パズル大好きだよ。一度もジグソーパズルは完成させたことはないけどね。これで押すのかな、もういけるってことかな。よくわかんねえや。この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけておいたから。あー親切だね、この人は悪い人じゃないんだね。びっくりしちゃって、私もう人間不信だよ、さっきの花のおかげで。あーこの印の通りにボタンを押せば、うわすごい丁寧、3つも矢印を。こんなことしなくたってわかるぐらい。よくできました、偉いわね。ママミがすごいねこの羊さん。さあ次のお部屋へ進みましょうと。うん楽しいゲームだね。なんか最初はちょっと怖いなと思ったけど楽しいかも。あなたは人間だからモンスターに襲われることもあるでしょう。そんな時はどうすればいいか知っておかないといけませんよ。大丈夫、とっても簡単ですからね。モンスターに遭遇するとバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりするのよ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらんなさい。あ、マネキンってこれかな。これが私の相手ってことかな。あ、魂、マネキンが現れた。魂だけになっちゃった。戦う行動、ドラクエみたいなやつかな。戦ってみようか。どうすんのこれ。ミス、何にもミスしてないよ。マネキンは今にも倒れそうだ。あ、なんか押すのかなここで。あーなるほどね。 You win! OEXP とゼロゴールド獲得、超エキサイティング。なるほど、こういうゲームだったのか。でどうすんだろうこれ、確定。あらあら、マネキンはバトル用じゃないわ、おしゃべりの相手よ。え、倒しちゃった、ごめんなさい。怪我をさせたら大変でしょ、こっちへいらっしゃい。ねえこの羊さん優しすぎて怖い。逆にこの先にももう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかしら。舐めてもらっちゃ困るよ、私はインテリ系配信者として名を轟かせようと今から羽ばたこうとしてますからね。あ、これかなパズルって。これ何、ただの草ですけど。パズルどういうこと。あ、斜め移動ができる。あ、ついてこいってことか。ん、フロギーが襲ってきた。あ、カエルなのかな。カエルは戦いたくないな、好きだからね。で戦い方教わってないんだけど、どうすればいいの。あれって何、真ん中に押せばいいのかな、バーが来た時に。なんかだって一番端に行った時はミスってなったもんね。なんかいい具合のとこで押すんだろうね。うん、ありがとう、レベルが上がったと。あとで操作方法変えていこうか。なんかシフトとね、ちょっとやりづらいんだよね今操作方法的に。うわ、なんかトゲがいっぱいある。どうすればいいの。これがそのパズルよ。でもここは手をつないで一緒に渡りましょう。うわかわいいね、いいじゃないですか、なんか親子みたいでね。どうなんだろう、先に歩くところがさ、どんどん針がなくなってって、この人の後ろについていけば安全だってことかな。私一人じゃ渡れないってこと。あなたにはこのパズルはまだ危険すぎるものねと。うん、なるほどね、優しいな。ここまではとても上手にできたわね。うん、私上手。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。何？この部屋の向こうで端まで一人で歩いていく。簡単、簡単じゃないですか。ちょっと甘く見ないでいただきたい。どうか悪く思わないでちょうだいね。いや、いけるでしょ普通に。サトツさんについてくみたいな。ハンターハンターの第一の試験、まさかの。待って、遅れちゃう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 。イモリヤモリ兄弟にバカにされちゃうよ。え、これが辛い試練ってこと？持久力ってこと？よそ見しちゃいけないみたいな。どういうことなんだ？なんか音楽がビートを刻んでますね。辛いかな？ん？よくできました。安心してちょうだい。置いていったりしないわ。優しいね。この柱の陰に隠れてずっと見ていたのよ。どういうこと？私を信じてくれてありがとう。でもね、
この練習にはとても大事な意味があったの。一人でお留守番できるかテストをしたのよ。待って、私今何歳なの？私はちょっと用事があるからお留守番していてね。ここで待っているのよ。一人で歩き回ると危ないですからね。こうしましょう。あなたには携帯を渡しておくわ。お、ありがとう。用があるときはそれで電話するのよ。それじゃあお利口さんにしていてね。携帯手に入れちゃった。 iPhone かな。いや、出ちゃっていいのかな。プルルルルル。もしもし、トリエルです。お部屋から出たりしてないわね。もちろんですよ。その先にはまだ説明してないパズルがあるの。一人で行くと危ないですからね。お利口さんに待っているのよ。まあやるなと言われたらやる。そんな人間に育ってますから。落ち葉をカサカサ言われて遊んで血液やべやべ。 HP が満タンになった。お、セーブができるんだ。私もう8分もこのゲームしてんだ。10分ぐらいで終わりにしようかな。お、なんだ、フロギーだね。楽勝よ。甘く見てもらっちゃ困る。フロギー程度だったら多分真ん中だよね。真ん中でにゃー。これは思いのほかのアクセントだな。いや、アクセント鳴き声だな。あん、足がすくんでいってしまった。多分あれ避ければいいんだよね、愛を。よーウィン、オッケーだね。なるほど、なんとなく分かってきた。バトルフェーズと守りのフェーズがあるんだよ。そのフェーズを交互にやっていくことによって私は勝利するか否かが決まって。おっと、メイドインアビス、地下に落ちてしまった。草むら、ん、草むらだけじゃないのかな。なんか泣き虫うじうじが近寄ってきたって。泣き虫は嫌いなんだ。死んで詫びな。強い一撃必殺だ。やっぱ真ん中に行くほど強くなるんじゃないの、攻撃力が。あ、これでいけるわけか。落とし穴、プルルルルルル。はいはいはい。もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけれど、どちらか選ぶならシナモン、それともバタースコッチ。そうだね、タバスコかな。そう、わかった、教えてくれてありがとう。何なんだろうね、お買い物してんのトリエル。プルルルルル。うるさいな、また。別にシナモンって嫌いだわけじゃないのよね。どちらかといえばって意味よね。そうだよ。まあ例えば別の方がおやつに出されたら食べずに残、どちら食べずに残す。しつこく聞いて。まあいいでしょう。過保護なトリエルちゃんということで可愛らしいね。ここは何？あ、パズルを起動させるんだね。あ、またエンカウントしちゃった。あ、泣き虫だね。いねや。こいつは守備がね、甘いね。多分攻撃タイプなんだろうね。あ、オッケー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 。これでいけるようになったと。あ、またトリエルから電話かな。もしもし、あなた食べ物のアレルギーはない？私ね、実はキウイがアレルギーっぽいんだよね。え、どうしてって？特に深い意味はないのよ。トリエル、なんだかちょっと怪しくないですか？過保護すぎるというか、質問、アレルギーの質問聞いてくる人なんて怪しすぎますもんね。あ、ここ落とし穴がいいのかな、落ちちゃって。この、なんだろう、このロードポーネグリフみたいなやつ。落ち葉を踏まないで、踏みますけど、いっぱい言われたら踏んじゃうよ、そりゃ。これが俗に言う、なんて言うんでしたっけ、言うことやること逆にしちゃう子ね。反抗期ってやつですよ。あ、ちびカビに行く手を塞がれた。なんだろうこれ、ゼリーみたい。えい。あ、硬いね。ポポポポポ。これで多分避けるフェーズになるんだよ。うわ、愛がでかすぎる。愛は重すぎる。その愛は重いって。うまいね、このゲーム得意なんじゃないの。うふん、あはん、エッチだね。その手には、あ、すごい、あ、今当たった私。おっと、勝ったね。待て待て待て、私の高音に反応してガレッジバンドが。あのね、ごめんね。なんでもないんだよ。たまにあるんですよ。まあちょっとカーソル邪魔ですね。あー、面白いねこのゲーム。これぐらいだったら私楽しめるんじゃないかな、思う存分。さっきはそこに落ちちゃったから、この辺じゃないかな。うー、そこ全部落とし穴なのかな。まいったら、どうやって出るんだろう、あそこ。このアンダーテールってゲームめちゃめちゃ有名なんだよね。で、今までやったことがなくてずっとやってみたかったんだけど、また落ちちゃったか。ちょっと雑談させてくれ。だけど、できる媒体っていうのが分かんなかったんだけど、先日、おっと、フロギーだね。その先日ね、生放送してる時にこれおすすめだって言われて、ちょっと試しに調べてみたんだよね。猫だねこの子。あん、なんかさっきの動き違くない？面白いなこのゲーム。よかった、本当に変えて、お手軽価格で。で、実況許可も取りましたんで、公式の方に。同じとこ落ちてない私。なんか音楽とか聞いたことあるんだよね。なんかスマムラでサンズっていうのかな、なんか有名なキャラクターがいるらしくて、このアンダーテールにね。
それが参戦してうだらこうだらって話題になったことは知ってるんだよ。だけどゲームのシステムとかどういうゲームなんだろうっていうことは全く知らなくて、今ワクワクドキドキ初見プレイだね。すごい楽しいと思います今。あ、ここでもエンカウントするんだ。うわ、2体登場してきた。私1人だよ、卑怯なやつだな。あん、間違えちゃった。あ、何謝ってんの、いいよ別に。あー、何これ、すごいすごいすごい、死ぬ死ぬ死ぬ。待って、あと私 HP が少ないよ。ほら、よし、1体倒した。許して、許さん。何これ、アハ体験。あ、これとどまっていればいいんじゃん、ここで。ははは、任せな、やられろ。強いね私、楽しいねこのゲーム、大好きかもしんない。あん、そこ一つずつ落ちていかないといけない。落ち葉踏みます。エンカウントするんだね、ポケモンみたいだね。だけどポケモンは草むらでエンカウントするから、それは違うのかな、要素的には。楽しいねこのゲーム。ここは通れます、でこっち通れます。あー、通れないんだ。そんなに難しくなくていいゲームなんじゃないかなって思うよ、個人的に。だけど今までのところサクサクだもんね。ピョンピョンピョン、これで避ける。これがちょっと難しいけどね。でも私キーストロークというか十字キーの操作は慣れたもんだからね。いや、勝ちました、ありがとうございます。このゲーム私向けなんじゃないのかな、初見でこんなに先に進んじゃう方っているのかな。私もしかしたら結構このゲームに関してプロと名乗れるぐらいの、いやん、実力が、才能がこのゲームのために生まれてきたと言っても過言じゃないぐらいの、何か近しいものを感じてきています、この今日この頃。いや楽しいね本当に。あんまり高くなかったしねこのゲーム、980円ぐらいだったかな。いや、またかい。なんかこの落とし穴、あれ思い出しませんか、ポケットモンスターで。あ、ちびかびだ、やりますこいつを一撃でね。勝て、ゴッポ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 ッ。こいつ強いんだよね多分。簡単だな。いや、そっちやって、あ、ま、やっぱ真ん中にやった方がいいのかな。早く押しちゃったね、ごめん、せっかちなんだ私。楽しいね。あん、腐り始めてきてる。やっぱ食べ物だったのかな。あ、そういえばうどんですね。あれ、また冷凍しちゃったんだけど、いや、生放送でね、うどんをヒートシンク代わりにして私、一昨日ぐらいやったんだけど、あのうどんまだ食べてないんだよね。早く食べようと思ってんだけど、うどんの気分じゃないっていう。あん、待って、これ何周しなきゃいけないの。私どんどんレベル上がっていくよ。あ、私もうさ、思ったわ、生放送でこれやってレベル100にするわ、この辺で最初のステージのあたりで。そうすりゃもうあと楽だもんね、もうレベル3だもん私、なんだかんだで。もう強いもん、攻撃力が33でやばくない。あん、危ない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 、楽しくないですかこのゲーム。気分爽快アクションだったか。で、ここは通れるのかな。で、ここ右でしょ。やった。あ、ここ簡単だよ、3つのところをね購入すればいいんだよ多分だけど、合ってますよね。でも順番って正しか、ここでもエンカウントすんの。あ、フロギー2体だって。A から倒していこう、 ABC だもんね順番的には。ゲロゲロゲロ、うわ今度はカエルみたい。やんやん、あん、やばいやばい、愛が強すぎる。ちょっとこっちも均等に行こう。待って、俺しゃ、ま、ジャンパー、危ない！あれ、おかしいな。あ、おかしいのは私だった。あのね、違う、何が言いたいかっていうと、あの、あー違うんだって！もう HP が少ない！私、だから、エンターキーがね、あの、方向キーの上にあるんだよね。そのせいで、あの、遅れちゃうの。逃げるフェ、ちょっと待った！オイラを押してどうやったって、そうや、とんやるじゃん。何、もう一回言ってください。オイラを落としてどう、そう、うん、どうかそうったって、そうは問屋が下ろさねえやい。あん、お願いですから動いてくださいだ。そんなこと言ってないよ。たくしょうがねえな。今回だけ特別だぜ。なにこれ、かツンデレかな、ツンデレイスかな。あー、もっと動けだ。ほらよ、これでどうだい。違うんだよな。右に行け、上じゃなくて横、そうだよ。わーってよ、こういうことだろ。その通りだよ、よくわかってんじゃん、頭いい石だね。あー、危ない、何やってんだよ、お前。やめろよ、ほんとだよ、何、危ないな、死んじゃうとこだったよ。まったく、行ったり来たりさせやがって。そうね、そのままいて大丈夫だよね。オッケー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 。あの石、侮りがたし。ここでセーブできるんだ。じゃあ今日ここで終わりでいいかな、さよなら。